お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。それ何でしょうね。え、そのフード、フード、お前なんかフードかぶったら人相悪いね。フードかぶったら人相悪いって何？なんかものすごくもう人相悪い。そう、うん、もう そっちの方がいい。もうかぶっとったらなんかもうなんか、うん、やらかしそうなの。もう罪を犯したことない。罪を犯した、犯してないわ。え、一つも罪を犯したことないわ。だからこう人相ってある。人相、人相ね。そういうことなんか、俺なんかもうなんか汚れない人相、汚れしかない。もう いかにも悪いことをしそうにない人相や、俺らみたい。ほんと、うん、悪いことばっかりしてきとんのに。何の悪いこと、悪いことの歴史しかない。やめなさいよ、やめなさいよ、人聞きで悪い。本当に。え、まあでもだからそう、顔つきとか印象って大事なもんね。大事ですね。もう初対面の印象って。そう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 、ね、うん、だからそれがもうずっとこう聞くわけや、うん、だけどもう例えば太ったとか痩せたとかでも、最初太っとった人は、うん、もう痩せたのにずっと太ったままの印象がもう、そうそうそう、この人といえばとは、うん、ね、こうだってくるから。だから第一印象ってめちゃくちゃ大事じゃない。しかもあのラジオしか聞いたことがない人は、うんうん、やっぱ、何、タイムテーブルとかで顔は知っていても、うん、普段どんな表情なのかとか、どんな表情で喋ってるのか分かんないから、うんうん、このアフタートーク見れば、うん、あ、こんな人が喋ってるのか、うん、随分印象違うなってあると思うんですよ。いや、あると思うし、声とやっぱ顔の印象ってね、全然違うっていうし、まあ、顔を知らなかった方が、うん、まあ、ラジオだけお聞きになって、そうそう、でこの YouTube ご覧になって、うん、ね、うん、もうそれこそもうがっかりみたいな。いや、なんこの人、逆でしょ。え、児玉さんってこんな素敵な人やったのって、もう今キュンキュンしてる人。それないないと思うよ、俺。そんな素敵な人とかは、だいたいラジオとかああいうのって、だもし好感持ってもらえてるとするとかよ、うん、ね、だいたいいい風に想像するやん。まあ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 、すいません米岡さんどちらにいらっしゃる。もう絶対こいつじゃない、こいつじゃないっていう確信や。俺に聞いてきたんだよ。すいません、米岡さんどちらにいらっしゃるんでしょうか、あの誕生日をプレゼント持ってきたんですけど。なんて言った、そしたら。え、いや、この人のなんかこう夢を崩しそうな気がして、一応あっと思ったけど、一応声変えて、うん、いや、さっきまで言いましたけどねって。逆に怪しいよ。ちょっと声が、あの、あれだ、私お渡ししときましょうかって言って、あ、この人じゃないんだって。俺預か、自分のプレゼント預かったもん俺は。だって実は俺なんですよって言ったら、もう絶対えーってなるの俺も嫌やったから。その人の想像の中ではもう素敵な人なんよね。素敵な人なんよ。それがこんなぶっ最後になったわけ。そうそうそう、うわこら、誰がうわやな。自分で言ってしもたやつ、うわとか。でもあの皆さん、こういう感じの僕らあれですか、そのがっかりされないように、そうそう、 ありのままですね。まあ、これぐらいですよ。これぐらいですよ。これぐらいの男です。よろしくお願いします。よし。現場市場 TV。チャンネル登録。グッドボタン。よろしくお願いします。